皆さんこんにちは。現役時代には3度の三冠王を獲得するなど活躍し、引退後は中日ドラゴンズの監督を務め、就任期間8年全てで A クラス入りを果たした落合博満氏、現在は野球解説者として活動していますが、先日落合氏が発言した内容に波紋が広がっています。その内容とは、中日ドラゴンズ以外の5球団は優勝の可能性があるというもの。言い換えれば、中日に優勝は無理と言っているような内容に波紋が広がっているのです。確かに現在の中日は最下位に沈んでいますが、5位のヤクルトも中日とはゲーム差は 2.5 ゲーム差とあまり離れていません。なのになぜか中日は難しいというのです。一体なぜなのか、そして本当に優勝は難しいのか。そこで今回は、落合氏が発言した中日が優勝するのが難しい理由などについてご紹介します。現役時代はロッテや中日、巨人と渡り歩き、3度の三冠王を獲得するなど活躍した落合博満氏、引退後は野球解説者を経て2004年に中日ドラゴンズの監督に就任。監督としての実績は中日ドラゴンズで監督を務めた8年間のみですが、監督在任期間中は全ての年で A クラス入りを果たし、リーグ優勝4度、日本一1回の実績を残しており、名将として評価されています。一方で現役時代から歯に衣着せぬ発言が多く、たびたび批判も受けていた落合氏、それは監督を辞めて解説者になっても変わらず、現在でも賛否両論が起こっています。そして先日23日に放送された TBS 系サンデーモーニングに落合氏は生出演。番組内では、後半戦初戦を終えた22日時点でのセ・リーグ順位表ボードを前に、優勝の可能性があるチームについて言及。司会の関口博さんから、5位のヤクルトの10ゲーム差はどうですかと振られると、落合氏はまだ射程内でしょうと問題なしを強調した上で、セリーグはヤクルトまでの5球団で優勝争いをするってところじゃないでしょうかと、中日以外は優勝できるといった見解を示したのです。最下位の中日は首位から12.5ゲーム差ですが、関口さんが中日だって2.5しか違わないんだからとフォローしますが、落合氏はただ村上みたいな格がいないんですよ、中心になる選手がいないんでね、ちょっときついかなと思いますけどねと持論を展開したのです。この俺流発言に中日内外で反発する声が噴出、大きな波紋を呼んでいます。中日のチーム関係者は、うちにだって細川、高谷とちゃんと2人も核はいる、ホームランを村上は17本だけど細川は12本、高谷は10本打っているし、この先2人には伸びしろしかない、8年間も中日の監督を務めていたのにうちだけ蚊帳の外みたいな言い方をして、もっと中日に愛情を持った発言をしてくれてもいいのにと訴えたそうです。中日 OB も立浪監督の下で細川、石川、高谷とちゃんと和製大砲が育ってきている、落合監督時代の大砲は外国人のウッズやブランコ、 FA で獲得した和田といった選手が務めていて、自分では誰も和製大砲を育てていないのに、今季の中日はもう終わりみたいな言われ方をされるのは面白くないと不快感を示してる様子。果たして本当に中日は優勝できないのでしょうか。確かに可能性として見れば、中日にも優勝する可能性はまだあると思います。先日のチーム関係者の発言のように、細川選手や石川選手など核となる選手も育ってきている状況。ただ現状中日が優勝する可能性は限りなくゼロに近いと言えます。課題の得点力不足はここ最近改善傾向にありますが、得点数は相変わらず12球団11位、チャンスで得点できない試合もまだまだ多いです。また細川選手や石川選手は2桁本塁打を放っていますが、チーム本�塁打はリーグ最下位の40本。逆に言えばこの2人しか長打が期待できる選手がいません。比較されるヤクルトは村上選手を筆頭に、オスナ選手、サンタナ選手といった長打のある選手がいますし、青木選手、川端選手といった怖い打者も多くいますが、中日はこの2人を抑えておけば得点につながらないという状況は改善されていません。また落合氏の言う核という意味は、単純に数字的な話ではなく、チームの絶対的存在のことを言ってると思いますが、細川選手、石川選手は今年台頭してきた選手で、1年間戦ったことはありません。
確かに成績はいいかもしれませんが、ヤクルトの村上選手や巨人の岡本選手、阪神の泰山選手のような存在感かと言われると、まだその域には到達できていないと思います。このあたりの評価はシーズンを完走して初めて評価されますし、この2人が8月も好調を維持できるか未知数です。また得点力の割に相変わらず失策も多く、一方で盗塁数はリーグ5位と得点に活かせる部分もまだまだ弱いです。昨年から血の入れ替わりを行っている発展途上のチームのため仕方ないのですが、打てないなら別のアプローチを入れるという作戦も行えていないため、このあたりも改善しなければ今年の飛躍は難しいでしょう。現在12球団で一番得点が少ないのは主砲を欠いている西武ライオンズですが、西武は盗塁に送りバントなどを駆使して得点に絡めており、そして守備でも投手を助けるなどしており、その結果一時期低迷していましたが、一昨日まで7連勝を記録しています。勝つために何をすればいいのか、このあたりがまだまだな気がしますね。さてこの落合氏の発言ですが、単純に成績や野球のやり方ではなく別の意味も含まれていると思います。実は落合氏、過去にこのような暴露を行っていました。なんとオーナーには優勝する気もまして勝つ気もさらさらないとバラしたのです。4月25日に YouTube チャンネル公式落合博満氏の俺流チャンネルで監督復帰の可能性について触れると、白井さんがオーナー退いちゃったんでね、ないでしょとコメント。落合氏を監督に推した白井文吾氏が21年中日のオーナーを退任し名誉オーナーに就任。落合氏はそのいきさつを語ると、中日がこんだけ低迷してる中でオーナーが勝つのは簡単だよ、でもそれは皆さんが許さないんだろうって言った話はちょっと小耳には挟んだけどね。だから中日でやるってことはまずないでしょう。つまりは勝利を望まないないオーナーがいる球団のユニフォームなど着ることはないと落合氏が明言したのです。中日ファンならずともなんとも驚きのオーナー発言。立浪政権が沈みっぱなしなのもオーナーにとっては当たり前のことだと言います。このような発言を聞いているのなら、落合氏からすれば中日が優勝するのは難しいというのも当たり前かもしれませんね。このように発言の中心にいる中日ですが、23日の広島戦に1対3と接戦を落として後半戦連敗スタート。先日も敗戦し3連敗となりました。首位とはゲーム差が広がるばかり。優勝は無理でも少しでも順位が上がるようになんとか戦ってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。